んこんにちは、カリアです。今回もジュクレ、蹴ってきました。今回は多分キラはないと思います。3回連続だね。はい、やっていきたいと思います。で、今はまあバルサ縛りの方を今回も蹴ってきているんですけれども、今回は今プレミアリーグディビジョンの方を少し回しています。で、今日はレアルとバルサが、も対戦をしてきました。まあ、バルサにはなんとか競り勝って、レアルはスコアレスドローだったかなっていう感じで、まあ、なんとか、まあ、負けてはいないので、まあ、次回プレミアディビジョン制覇をしたいなっていうのが今の現状ですかね。で、まあ、バルサ縛りというかバルサつながりでですけれども、ね、今ネイマールがねパリ・サンジェルマンに移籍するんじゃないかっていう話が出てますけれど、まあ、ネイマールにはバルサに残ってほしいなっていうのがあります。まあ、バルサもパリ・サンジェルマンも好きなんで、まあ、なんともちょっと言い難いところではあるんですけど、まあ、やっぱりね、その、まあ、MSN、メッシ・スアレス・ネイマールの3人のスリートップをまだまだ見たいなっていうのは個人的な思いなので、まあ、まあね、好きな選手、好きなチームなので、まあ、ネイマールが来てくれるのはでか大きいとは思いますけど、やっぱりまだまだ残ってほしいかなっていうのは個人的な印象ですかね。で、まあ、前置きが長くなりましたが、開封の方を始めていきますか。1パック目、よいしょ。の追加ですね。だいぶ追加も増えてきましたね。カリーロ選手かな。カリージョ選手、はい、ミニパックよいしょよいしょ。バルサ縛り終わったら何のチームをやろうかなとか今ちょっと考えてますけれども、2パック目がウーゴ・マージェ選手。そうですね、まあ、パリ・サンジェルマンを今考えてるのと、前々からずっと言ってる、まあ、バイエルン縛りを少しそろそろいい加減やろうかなっていうのをずっと考えてはいるんですけど、まあちょっとどうしようかなって今ちょっと悩んでる状況ですね。はい、次ゴールキーパーですね。カリーソ選手、ミランのゴールキーパー。なんか久しぶりに白のゴールキーパーが出たイメージありますね。4パック目。しかし、あんまりなんか最近またキラが出なくなってきて、ちょっと残念ではあるんですけど。まあ今日、まあ、休みなんで、土日なんで、これを撮ってるのが、まあね、土日のしかも夕方に行ったんで、ちょっとね、なかなか、もうみんな、蹴り終わっちゃった後だったのかなっていうのはありますね。アントニオ・リュディガー選手。はい、ローマ。5パック目。お、ゴールキーパーですね。お、シュテーゲン。いいですね。まあ、今バルサ縛りで使っている全く同じ姿勢ですね。はい、26パック目。ベラッティですね。ベラッティもなんかバルサに行くだ行かないだっていう話も出てますけれども、どうなったのかな、こっちはこっちで。さてさて、6パック終わったか、7パック目。よいしょ。の、また追加ですね。おー、マティウ。またバルサだ。いいですね。ちょっとこれは今のバルサ縛りに入れて使ってみようかなと思います。そして8パック目。なんか今回ゴールキーパー多いな。ゴールキーパー3人目ですよ。しかもまたバルサだ。去
どんだけ暴れてたっけ。シリス戦。おお。81か。シティゲットかな。82か。白で81ならいいんじゃないのかな。どうなんでしょうね。はい、9パック目。で、いや。お。はい、9パック。おー、ネルソン・セメド。ほほう。これ持ってる。確か、見たことある。はい、ラスト。よいしょ。はい。お、追加ですよ。おー、フェルナン・ジュニア。あ、ブレイクスルーなんですね、フェルナン・ジュニアって。へぇー。はい、ということで、今回は、まあ、今回もですね、例はない、ね、例はなかったですね。まあ、なんとなく分かってはいたけど。で、まあ、今回は、まあ、追加は、あと多分4枚ぐらいかな。この、まあ、フェルナン・ジュニア、マティウと、シレッセンと、ペルティオあるか。あ、結構多いですね、今回。お、今回は珍しく、追加の方が多い。へぇー。そして安定のなんかバルサが多い。バルサ3枚ですからね、今回。へぇー、多いですね。ちょっとね、シレッセンも使ってみたい気がするんだけど、今バルサ縛りももう80試合終わってるので、まあ、今更キーパーを変えるのもなーっていうのがあったりもするんで、まあ、あれですね、まあ、8月末に多分 MSN のベストユニットが多分揃いますよね。今ここに出てるサッカーゲームキングの多分付録かなんかで、なんでまあその時にちょっとこれ使ってみようかな。もう一回バルサ縛りを作ってやってみようかなと思います。はい。ということでですね、今回の動画は以上になります。で、最後までご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。